プレッシャーから逃れることはできないので、できないんですけど、もうプレッシャーに押し潰されたっていうのは正直あったんですけど、プレッシャーとかって感じると、いいことが頭に全然浮かばなくなってしまうので、やっぱりいいことを、自分いいイメージだったりとか、いい言葉とかを自分自身に問いかけるように、していたということと、あとはプレッシャーを感じてますっていうのを自分一人で背負い込まずに、もうプレッシャーが大変ですとかっていうのを周りの人とかに言ってました。そうすることですごい楽になれたので、私はそういうふうにプレッシャーと向き合ってました。そんなにプレッシャーかかる人生歩んでないんで、あれなんですよ、全然そのオリンピックとか、まあ、野球で言ったら WBC とか、ね、オリンピックとか、ああいう、日の丸を背負う戦いって、ね、ほぼとか、まあ、ないんですよね、日米野球ぐらいなもんなんで、プレッシャーね、どうでしょうね。まあ、でもいや本当にそのくらいの戦いになったらね、その大会前の時の練習の雰囲気とか、まあ、試合前の雰囲気とかっていうのはどんな感じなのかなっていうのは、体験してみたかったなっていうのはありますけどね。でも、さっき今山田さんがおっしゃった通り、こう、まあ、自分がプレッシャーを感じてる、まあ、ある程度こう緊張しているっていうのを、まあ、僕がこう受け入れるようにして、軽減させるっていうことはしてましたね。逃げられないんで、絶対に。やっぱ緊張やプレッシャーからは。なので、まあ、それを受け入れてあげて、ああ、俺緊張してんな、みたいな。で、ちょっとこう、なんかこう、ね、笑うみたいな感じで、こう、ちょっと、軽減はさせてましたね。オリンピック、行ってきた選手たちも言ってましたけど、野球の。やっぱ、すごい緊張感というかプレッシャーだったっていうのはね、みんなもう口揃えて言ってるんですよ。なんで、まあ、自分はその経験がないというか、そこまで緊張したことがないので、どうなのかなと思ったんですけど、まあ、自分なりの対処方法はそんな感じですね。あと、まあ、結果とか考えずに自分がやるべきことだけ考えておくみたいな、とかですかね。うん、まあでも、あれはプレッシャーっていう点ではそこまで大したことはなかったですね。責任感によるそういうしんどさ、メンタル的なしんどさはありましたけど、プレッシャーのようなものはあんまり感じなかったですね。だからあんまり感じないでしょうね、多分ね。ちょっと、あれかもしれないですけど。なので、でも、だからこそ、ね、もっともう、誰しもが緊張する、ね、オリンピック、のような舞台に行ったら、まあどうだったのかなっていうのは、まあ、興味はありましたね。印象に残ってる。それはもう、まあ僕も今回のあれ見てましたし、2008年の優勝した時、サードゴロですよね。確か。ですよね。で、ちょっと一塁への送球が低かったんですよ。ね。あの時にファーストの人がもう地べた這いつくばるようにして取ったんですよね。で、それは、その時にどれだけの、そのもうこの球絶対取るんだっていう気持ちがね、すごく出てて、これはすごいなと思いましたね。印象には残ってますね、そのプレーは。まあ、よく流れてたっていうのもありますし、ね、その後、誰かがボール上に投げちゃって、ボールどこ行ったのかなとか、もうちょっと気になりましたし、ね、そのシーンはすごく印象的ですね。もうそのファーストの方の気持ちがすごく出てて。で、サードの人がちょっとこうちびって、こう低くなってしまうっていうのもすごくわかるし、すごくこう気持ちの出てる印象的なプレーでしたね。もう顔で取りに行ってるぐらいな感じで取ってましたもんね。巨人の亀井さんがずっと打てなかったんですけど、前のバッターをなんか何回か敬遠されて、
なんか最後、サヨナラホームラン打ったんですよ、ライトに。ロッテ戦ですね。あ、そうそうですね。うん、それで、泣きながら、ベースを回ったっていうのを、私何回も見て、毎回泣きます。毎回泣いちゃうんですよね。屈辱的じゃないですか、その前のバッターを敬遠して自分と勝負みたいなので、うん、それが多分その試合の中で2回ぐらいあったのかな、2回あったか1回かで全然打てなかったかなんかだったと思うんですけど、そういう状況で最後回ってきてサヨナラホームランを打つって本当すごいなというか、自分がその立場だとしたらもう変に力んじゃうなと思うんですよ。なんか悔しい思いだったりとか、絶対打たなきゃいけないみたいな変なプレッシャーをきっと感じてしまうだろうなって思ったんですけど、それを最後、ホームランだったので、すごいなって思いました。毎回泣くんですよ。毎回泣くんや。毎回泣いちゃう。あれ、すごかったですね。2回敬遠で、その2回とも凡退してて、延長かな、延長になってからもう1回3回目前のバッターが敬遠されて、で、ピッチャー大峰ですね、多分。大峰かなロッテの。打った時は。あれはすごかったですね。亀井、僕同級生なんで、うん、あのシーンも僕も結構見て、毎回泣くんですけど。本当ですか。いや、あれは確かにすごかったですね。いいシーンですね。山田さんはでもないでしょ。私あれオリンピックのカナダ戦の時満塁策取られた、自分敬遠で私で最後打ったんですけど、あ、打った、ありましたあ、そうやって勝負してくるんだみたいな感じで思いました。で、その日からなんか生まれ変わった山根みたいになってたんで、もうなんか何どこに上げられても打てるみたいな感覚だったので、全然その時はプレッシャーとか感じてなかったです。越郎さんの動画を見た後でしたっけ？そうです。そうですね。すごいね。動画一本でそんな生まれ変われます。すごいですね。そうだって思ったんですよ。単純な感じ、なんか。きっかけがすごいな。きっかけつかむ力がすごいな、ね。でも今まであんな経験したことなかったので、初めてですね。あ、もう私の東京オリンピックは終わった、人生終わったと思ってたんですよ。あ、終わったなって思ったんですけど、夜中2時間ぐらいしか寝れなくて起きて、なぜかふとあ、そういえばみたいな感じで思い浮かんで、そしたら YouTube に上がってて、それを見て生まれ変われた感じですね。でもそこまでのあれはないっすよね。そのバッティングがなんかこう時期的なもんで、あ、なんかすごく良かったなんで、打てなかった球が打てるようになってきたなとかっていうぐらいのもんはありますけど、まあ、そこまでこう人生一変させるようなものっていうのはなかなかないですね。まあでもまあ僕、まあ、初めて3割打った時とかはそういうのに近いかもしれないですけどね。ちょっとこうざっくりとした期間のものですけど、まあなんか全然その一軍で活躍するとか、ましてや3割打つとかというのを、まあ、イメージできなかった頃の自分が、まあ、イーグルスに移籍してきて、まあ、使ってもらえるようになって、まあ、3割、こう、なんとか打てたっていうところ、まあ、自分自身でも、こう、なんかこう、生まれ変わるじゃないですけど、なんかこう、まあ、信じられないような気持ちもありましたし、なんか、全然手の届かないようなところにあったような目標を、急に達成できたっていうところの、驚きはありましたね。まあ、考え方はあったと思いますね。やっぱり自分ももう内野で勝負できる気はしなかったし、もう外野に行きたいともぐらいさえ思ってましたし、それで外野にこうコンバートしてもらえて、
よし、自分でもう一回これ勝負するぞっていう気持ちにはやっぱなりましたよ。そういう気持ちになれたっていうのは大きかったと思いますね。だから結構ね、コンバート、大きなコンバートって、こう、マイナスイメージもね、たまについてきたりしますけど、そういうのはもう自分の中では一切なく、もうこれから、まあさっきの話じゃないですけど、新しい自分になれたなと、なるんだというような気持ちはありましたね、やっぱね。高校の時に練習に行かせてもらったんですけど、冬に2月とかに、はい、まだ入る前に、もう入るっていうのが決まっていて、もうそこに参加した時に、なんか自分が一番上手いと思っちゃったんですよ。だから、なんか出れないっていう感覚はなかったです。レベルが違うってやつですか、これね。自分の方が上手いなと思ってしまいました、ね。いやでもそれね、あれですよね、一郎さんと一緒ですね。一郎さんも若い時そう思ったらしいです。入って他の外野手見た時に、あ、俺が一番上手いなと思ったらしいです。もう一緒だ。同じです。あのパンチ佐藤さんとか、はいはい、見た時に、あ、俺の方が上手い。あ、そうですよ。毎日4時半に起きます。早っ。仕方なんですよね。え ?4 時半に寝ると何時に、あ、4時半に起きると何時に寝るんですか？あ、でも9時とかには寝ます。え、じゃあ10時からある面白そうなドラマとかどうするんですか？は、録画してます。すいません、変な質問して、すいません。まあそうですね。早っ。全部がルーティンですけどね。4時半に起きて、体幹トレーニングをして、スイングをしてから、練習場に行って、そこでバッティングをして、ウエイトをして、全体練習に入る。先ほども言ったこともあるんですけど、まあ、その日の自分の違いとかっていうのを、まあ、感じ取るするためのものでもありますね。体調だったり、あ、今日なんかちょっと腰回りにくいなとか、逆に今日体なんか動きすぎるなとか、まあいろいろそういうその日の変化を感じ取るためのものでもありますし、あとは精神安定剤ですね。同じことをやってずっとちゃんと準備してきたから今日も自分は大丈夫だと思えるようなものですかね。私も一緒です。まるっきり一緒ですね。あとは本当にそれをやることで自分が落ち着くっていうのがあります、ね、